押す押すプチブロックリターンズ。何ですかその言い方。それで今回は何のシリーズですか。恐竜仲間シリーズ、ティラノサウルスなのだ。恐竜シリーズですか。恐竜という割に可愛らしい造形ですね。幻獣シリーズはリアルのデフォルメ路線だったけど、恐竜シリーズはまさにデフォルメって感じの構成になってるのだ。確かにそんな感じですね。野菜サラダ。何言ってるんですか。まあ見えなくもないですけど。パーツを広げたところまでカット。順序おかしいです。パーツ見立て開始なのだ。なんだこのゴリ押し感は。それでまずどの部分からの組み立てですか。胴体の下側の組み立てからスタートなのだ。あと幻獣シリーズは胴体や足といったように各部位で分かれてたけど、この恐竜シリーズは一体型、ポーズありきでの組み立てになるのだ。なるほど、プチブロックでもシリーズによってだいぶ構造が変わるんですね。調べた感じだと大体一体型のものが多いようなのだ。ちなみに分離型と一体型、どっちがいいんですか。どっちも良し悪しあるけど、個人的に部位の合体で尺稼ぎできる分離型が好きなのだ。あのさ、とりあえず胴体下の組み立て終了。どうかしましたか。何でもないのだ、気にせず組み立てを続けるのだ。次は先ほど作った部分の上に組み立てていく感じですね。それでは行ってみよう。しかしあれですね、一体型はコンパクトに組み立てられる反面、一箇所ミスしたら直すのに手間かかりそうですね。それな、内側にミスしたパーツがある場合が特に。それによく確認してないとどこまで組み立てたか混乱するのだ。分離型だとここまで組み立てたらこの部位は完成みたいに部位ごとで区切れますもんね。あれ、何か手が止まってますね。ああやっぱりどこかミスったようなのだ。先ほどのはそういうことでしたか。微妙に配置が違ってたのだ。あれ、再開しましたね。解決したんでしょうか。ラチが開かないから崩しつつ確認していくようなのだ。なるほど、背に腹は変えられませんね。これで何とか修正できればいいんだけど。結局修正ならずでリセットすることにしたんですね。っていうかぶっちゃけさっさとリセットした方が早かったのだ。踏んだり蹴ったりですね。でもまあある程度組み立てると崩すのに躊躇するのはわかります。実際ミスした箇所探しながら崩すか崩さないか迷ってたのだ。まあ10分ほど経過してからはさっさと崩し始めたけど、そこまで時間経っちゃってるんなら迷うだけ無駄ですね。は開き直ってまた最初からやるのが最善の手だと学んだのだ。次回に活かせるといいですね。と言ってる間に最初の段階終了なのだ。カチャッとさっきの段階まで組み立てちゃいましょう。なのだ。今度は大丈夫みたいですね。まあミスしなければ普通なのだ。ミスが出ると組み立てもそうですが編集も面倒ですもんね。めたい。でも実際その通り、いつもと違う流れで編集する羽目になりますしね。でもその分内容の変化を加えられるのも事実。変化を取るか楽を取るかという感じですね。まあどっちになるかは撮影次第でしょうけど。それはそうなのだ。そういえば今更なんですけど、またプチブロックシリーズなんですね。てっきりしばらくは別のことをやるものかと。単純に寒すぎて何か探す時間が減った影響なのだ。まあ最近特に寒いですもんね。なのだ。それにしてもプチブロックは常備してるんですか。店に寄った際にシリーズ揃ってるものをまとめて買ってるのだ。なるほど、必ずシリーズ全部在庫あるとは限らないですしね。なのだ、一種類だけ揃ってないなんてことも結構あるのだ。ようやくさっきまでの部分を追い越しましたね。修正してる時間が本当に無駄だったのだ。終わったことを言っててもしょうがありませんし、時間を取り戻すためにどんどん組み立てましょう。了解なのだ。次の組み立てはこれですか。蓋かな。蓋ですね。2倍速でお届けするのだ。
4倍速だと喋る間もなく終わりそうですしね。蓋するだけですし。今回の保持力くん、多分倍速中も結構ボロってたのだ。蓋の組み立て完了なのだ。胴体部分はおおよそ完成でしょうか。そうなるのだ。それじゃどんどん先に進みましょう。次は足部分の取り付けなのだ。これまたすぐに終わりそうですね。おお、足の組み立てだい。どういうテンションですか。足の組み立てはブロックを積み重ねるシンプルな感じですね。幻獣シリーズだと関節部があるけど、これはそれがないからかなり簡単な構造なのだ。なるほど、確かにこちらは関節部内ですもんね。とか言ってる間に足完成です。まあさっきの蓋と同じように部品重ねるだけだからあっちゅう間なのだ。それじゃどんどん進みましょう。体の部分は完成したから、あとは頭の部分なのだ。というわけでペタリ。何ですかこれ。上顎なのだ。上顎なんですか。まあパッと見ただけじゃ確かにわからないのだ。さあさあさあ作っていくのだ。そのテンションの高さは置いとくとして、構造的に作りにくそうですね。細かいパーツが噛み合うようにして構成されてるから、ちょこちょこつなぎ合わせていくしかないのだ。つまり頑張りましょうと。なのだ。失敗した後、適当に分解した正解まだくっついてるのがありますね。まあ全部きれいに剥がすのも手間だったから、適当にバラしてポイなのだ。バラした時点で結構時間かかってましたし、しょうがないのかもしれませんね。必要になったらその都度剥がしていくのだ。赤いパーツは口の内側でしたか。完成したらまず見えない部位なのに、なかなか凝ってるのだ。ですね。上顎の完成なのだ。実物見ると上顎って感じがしますね。やっぱこういうのは説明書じゃなくて実物見ないとわからないのだ。確かにそうですね。ちゃっちゃか進めてるけど、上顎の上に頭を作ってるのだ。一目でわかるお目目のパーツ。これもパーツを重ねるだけなので簡単な作業なのだ。お目目をはめ込み、パーツを重ねて、頭の完成なのだ。まごうことなき頭ですね。さてさて、残る部位は一つなのだ。下顎ですね。その通り、しかも並木に唯一の関節要素。合ってないようなものですね。よっしゃー、ラストスパート。はい、ラストスパートです。いや、はじめポカした時はどうなるかと思ったけど、いい感じに着地できそうなのだ。倍速様々ですね。面倒だから丸々カットするかどうか迷ったのだ。あまりに長いようなら丸々カットも致し方がないですね。幸い今回は倍速だけで済んでよかったのだ。これ関節くっつけるときにパーツ崩れそうな予感しますね。それは思ったのだ。下の口の完成なのだ。すべての部位が出揃いました。合体タイムなのだ。まさか合体要素があるとは。まあほんのちょっとだけど、合体には違いないのだ。それもそうですね。さあ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 、行くぞ。落ち着いてください。では改めて合体。この状態だとかなりカオスな形状ですね。頭から上が切断されてるみたいなのだ。どこをくっつけるか確認してるようなのだ。お、合体行きますか。めっちゃ躊躇してるのだ。覚悟を決めたようです。行くぞ。おお。あれ、なんでやめたんでしょう。多分合体時に崩れるのを警戒してるのだ。あ、なるほど。腕がもげましたね。奴の保持力は四天王の中で最弱。何の話ですか。今度は根元がもげたのだ。これぞ合体事故。最後の最後でグダグダし始めたのだ。これはひどい。こ
ここに来て保持力との戦いが始まりましたか。嫌な戦いなのだ。さあ今度はうまくいくでしょうか。もでないことを祈るしかないのだ。くっついたようですね。うん。どうしました。合体。急にどうしたんですか。明確な合体がなかったからとりあえずやっといたのだ。そうですか。でもまあグダグダしたけどなんとか完成なのだ。次回作るときはもう少しスムーズにいきたいですね。それな。増設。相変わらずここですか。せめて何か敷きましょうよ。それな。